全メダルシングルマッチ45分一本勝負を開始いたします。まずはアルコールアリーブラザーバッキンセッション入場です。
さあ、一箱腕を渡しから距離を取ってバックに回り返す。さあ、こういった腕を取り上げて、どちらが主導権を取るか、そうですね。さあ、素早いバックの取り上げ。なかなかお互い主導権を渡さないですね。そうですね、これはやはり一度張り合いといったところでしょうか。さあ、今腕を取っているのが新工事。さあ、お手持ちのタイツの選手、おっと、ここはロープを使って、はい、ロープを使って、ちょっと前進みになりましたね。そうですね。おおおおかわずかけ、かわず落とし、そうですね、反面のバウンドですね。そして、右腕ですね。やっぱり右腕を殺したいですね、ラリアットがあるから。トロスカルの技術は基本的に対応するんですね。そうですね、でもラリアットの一番技術がある右腕です。そうですね、やっぱり右腕を攻めるっていうのも一つですね。さあ、右腕封じをやっているのは人工じゃ。おー、しかしここはブラザーバッグだ。ただ逆にクロスピックを封じるのであれば足を攻めていかないといけないですね。そうですね、ブラザーバッキー接したらそういった一点といいますか、完成させるイメージはあまりないです。そうですね、持ち上げて落とすから楽だと。そうですね、基本的にはパワーファイト一点と、まあ、悪いみたいにしてますけど、これやった。
北海道今元気やろな。エクサイトしてますね。そうですね。ワニー、さあ、さあ、紫の黄色がオレンジに気にしていますか。そうですね。そだけ行くとなんか童話みたいですね。セブンティーン。さあ、カウントセブンティーンでなんとか。おお、そしてボディへ一撃。はい。さあ、近づいて。アームブリーダーですね。さあ、ロープを使って腕を攻めていきました。あれ、ロープって言ってますけど、中身鉄ですからね。応援してるのに今までの憎たらしい表情。こっからこっから。でもちょっといつもと感じが違いますね。そうです。と、なんだかこう痛むように。そうですね。やってんね。まあああいうこともできる選手なので。負けなくですよね、技だと思われて。そうですね。で、楽しみたいでしょうし、さあ、ひねるようなバックドロップ。おいよ。さあ、ラッキーの音がありましたよ。いや、今も聞いたでしょう。さあ、そんな音を言ってる間にも、おお、さあ、おっと、フィニッシュですか。おっと、切り返して、さあ、ジャンプタイム。おあっと、形が崩れてしまった。ちょっと体勢は不十分。
新工場になります。